やべえって怖えって。楽勝だな、おととい来やがれ。あの魔物がいる場所、あそここそ第二宝物庫だ。なんで宝物庫に魔物がいるんですか？じゃあ、おそらく勝手に住み着いたんだろう。まったく迷惑なやつだな。カカ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 。どうしよう。魔物とは戦いたくないけど、そうだね。
あの魔物と戦わずにお宝が手に入る方法があれば。戦わないとなれば。え、あっちいな。こっちに飛ばさないでよ、ルーシャ。すみません、ついうっかり。今、あの魔物、音に反応してたみたい。もしか、あの魔物を追い払えるかも。よし、試してみようか。よし、みんな耳を塞ぐの忘れないでね。それじゃあ、てい！やったー！作戦通り！うまくいきましたね、ソフィーさん。さて、宝箱の中には何が入ってるのかな？その中にあるのは、靴ほどの巨大な黄金。開けるときは心するんだな。黄金！皆さん、黄金ですよ。これがあれば、大金持ちです。よし、じゃあ開けるよ。これは くさーい。ちょっと何これ。俺様愛用黄金の長靴だ。長年使っていたから匂っ。いくら黄金でもこの匂いはきつい。欲しがってたみたいだし、これルーちゃんにあげるね。いりません。こんな激臭兵器売れるわけないでしょ。これは責任を持ってあなたたちが持っていてください。命令です。わかったよ。なんてことを言うんだ、ルーシャ。あんなに素晴らしい宝の数々に。そうだよ、ルーシャちゃん、キャプテンに失礼だよ。もう、なんなんですか。はいはい、すみませんでした。かっかっか、別に構わん。確かに貴様の言う通り、ここにはもう。キャプテン？いや、気にするな。それより
よくぞ3つの宝物を手に入れたな。貴様たちには我が最後にして最高の秘宝を手にする資格があるやもしれん。最後にして最高の秘宝。キャー、キャプテン最高！それってどんなお宝なんですか？そうせくな。秘宝は最深部の宝箱に収めてある。行くぞ貴様たち、我が秘宝目に焼き付けるがよい。この中に我が秘宝が眠っている。さあ開けてみるがよい。はい、じゃあスーちゃん一緒に、せーの。言えばそうだったな。だが心配するな、鍵ならここに。わあ、鍵壊れちゃってるじゃないですか。鍵どうしよう。どうしようじゃないですよ。宝箱思いっきりぶっ壊してみますか。個人的にはそれでもいいんだけど、中身が無事じゃ済まないような。ねえねえ、鍵が壊れちゃってるなら直せばいいだけじゃないの？え？私たち錬金術師であって鍛冶師じゃないんですよ。いやいや、錬金術で直すんだよ。大丈夫大丈夫、昔私もやったことあるし。わかりました、お母さんとの約束。その後、悩むより前に行動すべしだよね。うん、キャプテン、私たちを信じて鍵を預けてもらえませんか？
頼もしい子分たちよ、昔を思い出す。よかろう、貴様たちにこの鍵を委ねようではないか。この宝箱の中身は俺様にとっても大切なもの。頼んだぞ、貴様たち。よし、これならいけそう。次はどれがいいでしょうか。お、ブラフターさん、読書ですか。ええ、本を読むのは好きですので。せっかくですし、二人もいかがですか。じゃあお言葉に甘えて、逃げようとしないでね、スーちゃん。行く！なんでわかったの。そりゃわかるよ、だってスーちゃんのお姉ちゃんだもん。ブラフタさんが誘ってくれたんだから、たまにはスーちゃんも本を読みなさい。ちょっとだけだよ。苦手という割に、ツールは本を丁寧に扱うのですね。そりゃもちろん、嫌いだからって放り投げたりはしませんよ。お母さんとの約束、その3、本は大事に扱うべしですからね。でも昔は本を置きっぱなしにして、よくお母さんに怒られてたよね。それは昔の話だよ。今は本を大事にするために本棚から出さずに保管してるんですよって。もうスーちゃんはすぐそうやってヘリコツを。何はともあれ、本を大事にするのは良い心がけです。食事中にページを開かれたり、適当にページの端を折られたりすると、本としては苛立つものですので。ブラフタさん、まるで本の気持ちが分かってるような言い方ですね。ええ、それはもちろん。実際に昔、私は本でしたし。は？本だった？ねえねえ、リリー、ブラフタスさんってたまに変なこと言うよね。うん、冗談なのかな。でも冗談を言うような人には見えないし。そうだよな、でも本当だとも思えないし。二人ともどうかしましたか。です。
的地は気の向くままに。冒険探索楽しいな。いざ出発。調合で使えそうだね。どんなの作ろうかな。そうね、そうね。なるほどね。ここにはいろんなものが眠ってそう。全力終わり。さあ、子分たちよ、早速この鍵で宝箱を開けてみるがいい。はい、じゃあ今度こそ。よし、バッチリ開いたみたい。さてさて、キャプテンの秘宝って一体。これはピストル？随分と古いみたいだけど。ああ、俺様が初めて船出した時に使っていたものだ。カッカッカ、いつ見ても懐かしい。これがあなたにとっての最高の宝物なんですか？いかにも銃の海のさまざまな冒険をこのピストルと共に乗り越えてきたのだからな。これまで価値のある宝はいくつも手に入れてきた。だがその裏には必ず血生臭い戦いがあった。そのような宝は手に入れても新たな争いを生み、結局ご覧のありさまだ。
でも…キャプテン…多くの仲間たちと歌い、語らい、海を行く。そんな楽しい日々には、いつもこのピストルがあった。だから、これが俺様にとって最も大切な宝なのだ。貴様…いいえ、そんなことはありませんよ。値段に関わらず、宝物は宝物。そうでしょ、二人とも。うん、キャプテン、すごい宝物を見せてくれてありがとうございます。初めてのピストルを大事にしてるなんて、さすがキャプテン。しびれちゃいます。キャッ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 。貴様たちになら俺様の秘宝を委ねられるだろう。受け取るがいい、我が親愛なる子分たちよ。そのピストルを手に世界を制するのだ。おー、男だ。あんた男だぜ、キャプテン。うん、私も昔のもの大事にしないとな。カッ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 。貴様たちに会うことができて俺様は幸せだったぞ。キャプテン、体が…カッカッカッ。海賊はいつも陽気でいるものだ。別れを悲しんでいては立派な海賊にはなれん。海賊として生きるためには初心とロマンを忘れるな。貴様…ギャブで行かないでくれ。楽しかったですよ、キャプテン。ありがとうございました。カー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 。さらばだ、貴様たち。キャプテンに教わったこと。